どうも PM 通信編集部あさみです。よろしくお願いいたします。本日2019年11月8日金曜日の、夜8時から10時まで、降臨する、新超絶会カルマの、初回降臨の日です。で、まあ、今回そのカルマ会に、挑戦しようと思います。まあ初回降臨で攻略するっていうのはおそらく今回初なので、本当ガチの攻略動画になると思います。今回初回降臨ということで何の攻略情報もわからない状態で、やっていきたいなと思います。で、今回、ツイッターの方でね、見ていただいた方はもう知ってると思うんですけども、今回負けた場合は PM 通信編集部あさみのモンスターストライク実況を、終了させていただきたいと思います。まあ要は新環境についていけないのであればやめた方がいいかなと思っております。まあ自分自身でね、なので、この新環境で新クエストのこのカルマ回、自分の力をね、試してみようかなと思います。まあ、いつもね、普段はまったりとモンスターストライクやってるんですけども、今回はね、本気で、やっていきたいと思います。まあ、これでね、新超絶回がとても簡単でしたって終わったら、まあ、それはそれでいいんですけれども、今回は本気でいきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。応援のほどよろしくお願いいたします。まあ、降臨2時間あるので、2時間以内にね、クリアすることができれば、継続配信していこうかなと思います。では、早速ね、クエストの方を見ていきたいと思います。はい。久しぶりの実況なんでちょっと口が、はい、こちらですね、20時から22時までの降臨イベントクエストに光の闘神カルマ絵画降臨、これ超絶回ですね。回シリーズはね、ものによってはめちゃめちゃ難しいクエストが多いのでね、慎重にいきたいと思います。はい、イベントクエストに来ました。ご覧の通りニューがついております。まだやってないのでね、であと1時間ということで、頑張りたいと思います。はい、まあクリアできるようにね、皆さんも応援してください。で、ギミックこんな感じですね。ステージ詳細、重力バリア、地雷、ブロック、こちらの3つになっております。まあただいま集計中ということで、本当初回降臨中なんでね、重力バリアと、地雷といえばやっぱり最近重心化した、ロビンフットが適正なんじゃないかなと思っております。で、ブロックまでね、あんまり必要ないんじゃないかなと思って、なので重力と、地雷だけあればいけるかなと思います。はい、ではいきますよ。フレンドさんは、まあ、これでいいか。はい、こちらの、編成でいきたいと思います。まあ、ロビンウッドを適正だと、予想して、ロビンを2体ですね。で、あとは、貫通とかね、プニプニくんとかいた場合は、勇気で倒せるかなと。で、ただ、貫通が1体だけなので、まあ、どうなんだろうなと思って。僕の予想では、ロビンフットのね、友情で、ご利用しできるんじゃないかなっていう甘い考えをしております。で、パンドラちゃんはね、回復薬で、入れております。まあ、友情っていうか SS も強いからね。では、行きたいと思います。まあ、初見プレイですので、まあ、宝箱入れておきましょう。まあ、絶対貸しますから。フラグにしかない。レッツゴー。さあ行くぞ。うわ、なんだこれ、超絶編成ミスってる気がする。プニプニだな、これはちょっと予想外だ。遊戯くん、しかもなんかパネルがありますね。赤と水色のパネルがある。ただちょっとロビンの友情で多分いけると思うんで、とりあえず友情出して水色のやつ当てます。なんだこれ、ワープパネルだ。赤の、パネルを踏むと、もう一個の赤のワープパネルの方に移動する。なるほど。まあ、とりあえずプニプニを倒そうってなると、こうやって打ってった方がいいのかな。ちょっと角度強めの方がいいのかな。頼むぞ、これでワープして上から出る。あ、なるほど、よし、わかったわかった。ってことは初手で貫通で赤に入ればってことか。あー、これは貫通が良かったかもしれませんね。ちょっと反射さんはちょっときついかもしれない。今これ放つと左上から出てくる。で、赤踏む可能性があるのでロビンのところいけるんじゃないかなと。これでどうだ。なるほど。これはなかなか面白いクエストですね。いいぞ、いいぞ。あ、なるほど。なんかあったっけ？
今ドクロがついてたのかな。弱点強化されましたね。これで弱点をねシャキシャキできればいいんですけど、ちょっとロビンは確か貫通の友情なんでいけるでしょ。どうじゃす、ちゃんとね地雷を回収していいんじゃないでしょうか。まあちょっと貫通が良かったけど、まあ反射でも全然。あ、来たぞ、カールマが。めっちゃなんか色が黒いよ。まあここも動けないんで、とりあえず、嘘倒せねえの？ちょっと、やっぱ内部弱点はちょっと、あれだな、苦戦するかもしれない。これは、こんな感じで、水色の、パネルを踏んで、下に出てくるって感じで、どうでしょうか。おそらくカルマ、この魔導士のカル、違う、魔導士が、回復するので、メイキ買ってる時が確か回復だったよね。よし、で、これでとりあえずプニプニを倒さないといけないっていうのがなんとなく、思うところではある。プニプニさすがに反射じゃ倒せないよな。これ横からしても多分ダメージあんま出ないと思うんで、赤に入って、赤に入る必要もないな。魔導士をなんか倒さないとダメっぽい気がするんで、これで、うまい。いや、全然倒せなくね。やばいな。ちょっと、きついぞ。これ、いけないかな。いや、結構削ったけど、回復はどれぐらい？やばい、ロビンのところの地雷が爆発しそう。いや、これ抜けられないかな。抜けたところでって感じだけど。いや、倒してくれ、頼む。あぶねえ。7000か。地雷1個7000。ちょっと時間かかってるな。やばいぞ。これで斜めに入って、多分、斜めに戻ってくるんじゃないかなって。それだからどうしたって感じなんだけどな。これはもう、どうしよう。回復取るか。で、上行って、みたいな。頼む。なんとかなって。なんとかなって。オッケーオッケー。運だけで乗り切っていくぜ。YouTuber は運はいいんですよ。さあ行くぞ。はい。これで弱点が強化され。なるほど。即死がありましたね。いや、でもちょっと編成変えますわ。はい。お待たせいたしました。2回目の挑戦です。編成変えました。で、ロビンはね、持っといた方がいいかなと思って、ロビンは入れています。他2人を、貫通の、マイン重力にしました。で、多分ローズが輝くんじゃないかなと思います。重力バリアキラーで、超重力アンチ重力バリアか。うん。で、空風林も入れてみました。多分おそらく強いんじゃないかなと。僕はデッキからサイレントマジシャンを特殊召喚。サイレントマジシャンを特殊召喚。遊戯王じゃないんですけどもね。では行きます。とりあえずなんか運枠ボーナスが入ったんですけれども、まあ、そんなの関係ないということで。とりあえず、2番手の遊戯くんで、ここ一掃したいなと思います。これぐらいでさっき行けたんで、行けるでしょう。いや、ちょっと、スピードが減速するな。もうちょっと角度つけてもよかったね。あ、蘇生なのか。オッケーオッケー。ってなると。あっと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 。うわ、これあれか。全部一瞬で倒さないといけないパターン。難しいね。さすがと言いますか。じゃあ、これでどうだ。
赤入っちゃったか。あさすがにロビン何もできないから、こうやってこっち取って、このプニプニもおそらく即死が入っているはず。どうやったらいけるかな。こんな感じで赤に入る。赤に入れない。とても緊張している。これで2匹やれるかな。ちょっと属性があれなんで微妙なんですけれども、あー倒せなかった。1個空風林で隣を倒さないとちょっと終わりますね。結構角度つけてる。これは遊戯くんが適正だな。ロビンかと思ったんだけど、マジか。よいしょ。ロビンいらない説。いやでもちょっと所定を見つったのかもしれないな。なんで結構グダルはここ。待って、これであん中に入らないといけないんだ。あー入れない。ちょっと待って。これもう入っちゃってるかな。結構減速するな。スピードを持てるやつがないとダメかな。2回目ちょっと落ちましたね。ちょっとロビン外しましょう。全部貫通でいきたいと思います。はい、お待たせいたしました。3回目の挑戦、まあワールドにしました。で、ノアを連れてきております。というのもなんかちょっと減速が激しいので、加速持ちが一体いればいいかなと思って、で、あとは闇にしてみました。ローズだとね、ちょっと倒しきれないんだよね、一発で。なので闇属性でね、なんとかいけるかなと。火だめがちょっと痛いかもしれませんけれども、これでいきたいと思います。レッツゴー。3回目の正直だからね、勝たなければ。僕はデッキからサイレントマジシャンを特殊召喚。はい、ではいきます。初手の動きがね、なかなかつかめないんだよね、これ。こうかな。よし、とりあえず加速は合ってたね。なんとか、ここは一筆書きなんだね。うん。だから一番最初に倒せたのがすごかった。ここです。さあ。油断しないっすよ。で、これはよく見ると真ん中の魔導士だけちょっと違うので、真ん中先か、真ん中先かな。ちょっと行ってみよう。えっ、よし、なんとか往復しまくればね、水のノアでも倒せる。感染毒か。こんな感じでワンパンできるかな。あれ、うん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 、悪くない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 悪くはない。やっぱり加速あるといいですね。ノア結構おすすめかな、僕は。これはまだ乗っていないと予想して、じゃあ、やばい、やばいです、やばいです。ちょっとゲージミスのやめよ、ゲージミスのやめよ。よしよし、行くぞ。これですね。これし、よし、
とりあえずここは OK で、次のカルマが出てくるところは、まずプニプニを先に処理ですね。うん、ただノアどうだろうな、ノアできるかな、加速要因で連れてきてるから。魔導士にはねドクロないんで多分復活はないと思うんで、魔導士やる前にやっぱプニプニだな。うん、こうかな、下、オッケー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 、まあ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 、プニプニは攻撃するよね。うん、でプニプニに即死のあれがないので、おそらく魔導士だと思うんですよ。うん、これはなかなか難しいね、ちょっと久しぶりだから。うん、楽しいけどね。さあ、おそらくね直接カルマに攻撃しても意味ないと思うので、あーどういこうかな、魔導士先行った方がいいのかな。ちょっと長くなっちゃうんですけども、こうかな。これでワープ入って、ノア当てたい、当てたい、よし来たからの、よしうまい、いいぞ、コーヒーがなくなった。3回目の挑戦ですからね、負けないぞ。でこれでカルマはまだ7ターン即死まであるんで、まず上のやつらがちょっと邪魔っすよね。これで薄く OK で、あとはカルマ、よし、セオリーですね。まず最初はザ、さあ友情が封じられたけど、友情、よし来た、これ来たんじゃない、これはピッ、オッケー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 、ちょっとずれたけど、うん、オッケーオッケーオッケー。で次ノアで、あー上か、いやこれ横いけんじゃね、これ上がっちゃうかな、えい、いやいけるいけるいける、結構なダメージよ。で地雷が7000だったから、そんなにビビらなくても大丈夫かな。これは、こっち側に引いて、入るかな、ちょっと行くか。こんぐらいかな、 ゴー、 よし完璧。クエスト自体はね、超絶なんですけれども、やっぱ回となると、普通の超絶よりも難しいのでね。うん。さあ、来ました。うわ、ドゥーム、ドゥーム、お前仲間だったのか仲間だったのか。よし考えろ。あ、わかりました。これ一発で倒せれば嬉しい。ちょっとちょい上でワープ入ります。どうだ、で、よしまい、狙い通り、これで、おお素晴らしい、ノア様、素晴らしいです。ノア。皆さん、ノアです。適正ノアです。よし。やっぱノアの加速やばいわ。何壊してたんだっけな。遊撃の力。あんまり、まあ、プラズマがちょっと強化される。よし、よし。頑張ろう。と言ってもちょっとワールドの位置がちょっと悪いんで、ちょっとどうしよう、これシャキシャキしたいんだけどな、どうやったらシャキシャキできるか。これで、あーいやでもこっちかな、こっちの方が入りやすいよね多分。角度が分かんない、これはいけ、頼む、シャキシャキっと中に入れないかな、ちょっと位置が難しかったね。そうか、そうくる、そうくる、
どうしよう、これ赤に入っちゃうよね絶対。この位置だと赤に入った場合の動きを考えるか。じゃあ薄くだな、超薄くにしよう。どうだ、よし。だけどちょっとね弱点が逆にいた。今ノアが真ん中に入ったんですけど、ドゥームの真ん中3ターンがちょっとすげえ怖いんですけど、薄くでいこう、薄く。いやーちょっとつれーな。もうこれ入っちゃってるよね。これも薄く、薄くよりちょっと強め。で頼む、イエス、イエス、よし。3回目にして、進歩してますね。うわお前もいんのかよ、名前忘れたよ。なんだっけこいつ。まあいいや、そんなことはどうでもいい。誰が相手だろうと負けるわけにはいかない。どうだ、これはどうする。これは難しいね。とりあえず木のやつを倒さないといけないんで、斜めで入って上から出てきて赤で入ってみたいな、結構つけた方がいいかな。いや、うい、明日行っちゃう。いやでもあらららっと、ちょっと足んない。あでもボスに即死がないけど、まあ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 、これどうしようかな。これはもう ギリギリかすって入る。いや下は倒せたけど、こいつら回復するっけ。で回復はしない。よしってなると、回復しないんだったら頼む。やべ間違えた。よっしゃうまい、さすが、行くぞ。よしこれで、てかあれ、これ真ん中ブロックあんのかな、これ見えねえ。あ、ある、真ん中ブロックありますね。なのでこんな感じ。おっし、なるほど、なんだろう、真ん中 T になってるんですねこれ。なのでちょっと弾き方が難しいんですけれども、これも薄く。よし、焦るな焦るな。あーちょっと地雷が、よし、まあまあなダメージを与えてるけど、地雷だけちょっと食らいたくないね。もうこれ入っちゃってるもんね、入っちゃってんじゃん。ちょっと薄く上ぐらいかな、マジ薄く。ふっ、入って入って入って出てくる。あ、オッケー、よーし、さあ来たぞ。まだか。うわ、なんだよこれは。あー、わかった
分かった、分かっちゃったよ。こうですね、ほぼ横からの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 、あー、ちょっと上だった。そういうことですね、はい、そういうことです。はい、そういうことです。で、おそらくね、このメメントモリも真ん中にブロックが入ってるんで、あー、これちょっと狙えないんですけど、使います。いけー、これ気持ちいいね。よし、まあ使わなくてもよかったかもしれないけど、全然で、ここから遊戯くんってなんだっけ久しぶりに使ったから、スピードパワーアップ、停止時にサイレントバーニング、 OK。薄く、うわ、結構なダメージよ。はい、毒だ。これも同じく、あ、間違えた、上じゃなかった。まあまあ、でも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 痛い。うぶっ、考えろ。これはもうノアに乗ってるから、まあ、どっち弾いてもこうかな。うい、そこそこそこ、ちょっとちょ、何してるんすか、ワールドさん、何してるんすか。まあここはもう確実に、勝つので、これで。ボス18ターンだって、マジか。ボスじゃあ大したことないのかな。こんなことないよ。あ、ボス2ゲージだ。なんだって、結構、いや待て、油断するな、油断するな。もうモンスト配信がかかってるからね、終了しちゃうから。負けると本当に終了だから、言い聞かせていく言い聞かせますよ、そりゃもうそうっすよ。プニプニを倒さないといけない。見えた、私に見えた。この赤いやつ入って下のノアに当たる。サイレントバーニングを使いたいけどまだ使わない。ノア、そうそう、よし、これで上にいる、サイレントバーニング一発目をかませる。いや、待て、あれ停止後だからね、そんなに焦んな。いや、使おう。もう一個遊戯くんいるんで使います。使うか、まあいいや。ちょっと待て、まあ待て、見えないよ。 OKOKOK、 待て、急げじゃダメだ。くそ、いい BGM だぜ、くそ。やっぱ闘神の BGM がめちゃめちゃいいよね。そんなこと言ってる場合じゃないんですけど、これでいく、もうやっぱこれでいこう。ちょっとジグザグに動くか。いけ、
僕は諦めない。サイレントバーニング、そこでどうなる。うわーし、おっザコ一撃なんだ。よし行くぞこの野郎、この野郎めえ。落ち着け、勝利はもう見えている。ワールドってなんだっけ、遅延だから、ワールドは遅延だからまだ使わない。今サイレントマジシャンがいるところにはワープがある、赤ワープがある。薄く上、どうだ。よっしゃ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 、結構なダメージだぜ。これは赤に入りたいな。普通に入って大丈夫だろうな。多分これ一回稼ればいけるんじゃないかな。ゴー。あー、いや、うっす。それで勝ったつもりかい。なめるなよ石田さん、負けないぞ。ここで急いじゃダメだ。ここも、雑魚を勝利する。で、おそらくこの真ん中も石があると見ていいと思う。ので、まずプニプニを倒す方向を考えよう。この位置ってやだな。サイレントバーニングはまだ使えません。これどうやって入ればいいかな。とりあえず魔導士に殴って、あのプニプニでどうやっていけばいいんだ。ちょっとこれ位置が悪いのでちょっと調節しますわ。多分ここほらやっぱ石がある。まあとりあえずこれはこれでいいっす。で、ああそういうこと。これ薄く、こんな感じ。うい、頼む。よーし、うまい、これはうまい。イエス、ここでワールドさん素晴らしいですね。あなたはもう素晴らしい。これで遅延すればもう怖いものなしですね。待ってそう簡単にね、そんなうまい話はないので、こう貫いて赤に入るとして、で赤に入って下のやつも、当たるような角度。こうかな。いけ、ワールド、うまい。ボスは、よーし、よーし。これちゃんと取れてますかね。そこがちょっと心配になる。もう遅延してるので、あとはもう弱点をガンガン投げに行こう。これは、これ跳ね返って、そうっすね、跳ね返って水色に入る。入れ、入ったぜ、入ったけどダメだ。ちょっと待って、よし、サイレントバーニングを使う時が来た。しかもこれは縦勘でいいのではないか。サイレントバーニング、あーっす。どうだ、遊戯の力は。ふぅ、ありがとうございます。なんとかね、
初回降臨で、倒すことができました。落ちるかな、落ちた、おお、いいね。まあまあまあ救済処置が多分あると思うんで、うん、ないのか。まあとりあえず落ちたね。うん、よし、ということでね、勝ちました。これ強そうだね。うん、はい、いかがだったでしょうか。新超絶怪カルマでしたね。とても難しかったかな。まあ初見はね、結構スムーズにいけたかなと思ったんですけれども、なんか中盤のカルマが出てきたところからちょっとぐずってしまいましたね。貫通がいいクエストでしたね。うん、まあ最初のロビンとかね出てったのがちょっときつかったかなと。まあ友情とかはね入ると思うんですけども、そうですね、やっぱり貫通でシャキシャキした方がいいクエストですね。で、遊戯くんがすごく、使えるかなと思いました。で、ワールドもね遅延、最後に遅延すればね全然楽に倒せるのでおすすめです。で、もう一人誰でしたっけ、ノアさん。ノアはね、加速がやばい。うん、あとちょっとっていう時に加速をしてくれるので、ノア1体入れると全然違うかもしれませんね。苦戦した方はノアを入れてみるといいと思います。はい、ということでね、モンスターストライク配信、今後も継続していくということでね、頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。